ロックマン2は少し自信あるアキミロです。はい、パート6遊んでいきたいと思います。前回ヒートマン倒したんですけど、一体誰に効くんでしょうね。あとクラッシュマンの武器もドイツかには効くはずなんですよね。クイックマンあたり行ってみますか。なんとなくクラッシュマンの武器が効くんじゃないかなって気がします。クイックって速そうな名前なんで、クラッシュマン地面に設置するような武器だったんで、当たってくれたらラッキーみたいな。じゃあやってみましょう。トゥルトゥトゥルトゥ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 。もう面はヒートマンの時のように難しくないであってくれ。いきなり取れない。はい、ちょっと1号を使ってみますか。なんでしょう1号って。おっ、これです。武器が変えられない、消えるまでダメなんすね。よしよし。でもここまで来たらやっぱラッシュはいないですね。このファミコンの2には、ゲームボーイの方のロックマンワールド2にはいたんですけど、まあ確かロックマンワールド2っていうか、うわっ、これ即死のやつじゃん。そう、ちょっとロックマンワールドの話してましたけど、ロックマンワールドってなんか1個前の作品と1個前の後の作品が4体ずつボスに出るってパターンだった気がするんですよね。だからもうラッシュも出てるんじゃなかったのかなっていうか、その3で出てたからロックマンワールドにも出てきたって感じだと思います。そしてこの1を回復させましょう。 OK、見えないのは怖いよ。おら、でもなんかだいぶファイヤー面みたいな感じがしますね。え、これ進めてない。やっぱりそうですね、行き止まりでしたね。一向に明るくならないから、まあおかしいなと思ったんですよ。え、何これ、おい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 、怖い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 、めっちゃ怖い、これめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。え、いけるかいけるかいけるか。よし、え、まだ、え、無理じゃない、これ、ダッシュねえし、ダッシュねえし。これ、超むずくないっすか。初見殺しもいいところだわ、あれ。はい、突破したか？いや、わからない。突破できてんのか、これは。いけるか、いけるか、いけるか。よし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 。はい、突破しました。こいつ倒せばボスかな？おりゃ。こうだ。くらえ。ほい。オッケー。ボスだと信じたい。まだいんの？しかもこんな段差のとこに。嫌な位置にいるな。ガンムシ。よし、ボスです。今何期だ？結構死んだんすよね。あれ？気が書いてない。あ、2期だ。よしよし、いけるいける。では、まずクラッシュマンの武器試してみましょう。今んとこプレイ時間4分30秒です。クラッシュマン。クラッシュマンじゃない。クイックマン。覚悟！違う。当たれ。新しいのが撃てない。早い。お！え？微妙だな。効いてるっちゃ効いてるし。もう、あと一発でやられる。これエネルギー損したかもしれない。これはバスターで頑張るしかないな。今の一応効いてるっぽかったんで。おぉ、ふっ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 。なんだあのブーメランみたいなのは。かわしにくいったらありゃしない。ふっふっ。ほい、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 ほい。惜しい。次ラストか。ちょっと前半バスターで頑張って、後半、一発か二発打てるクラッシュマンの武器使いましょう。とにかくかわしにくい、こいつ。ほい、ほい、ほい、ほい。確実に当てていくことが重要。ほい、ほい、ほい。ほい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 
あれバスターで倒せた。よっしゃよっしゃ、倒せました。クイックマン撃破です。プレイ時間約6分でした。いや、ヒートマンの面よりだいぶ楽だった。クイックブーメランを装備します。ブーメランか、誰に聞くんだろう。パスワードはこちらになります。今んとこメタル、ウッド、エア、クラッシュ、ヒート、クイックマンですね。この6体を倒したパスワードがこれです。いやー、ちょっとレーザーで一撃するところが途中危なくて、まあ、2回ぐらい死んだんですけど、まあ僕からしたら2回で済んでよかったなって感じがあったので、まあまあ自画自賛じゃないですけど頑張れたなと思います。まあ、とにかくヒートマンの時に比べりゃ全然短かったですということで、まあ前回よりは頑張れたなと思えたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。